皆さん、今日皇室断絶の危機にあります。皆さん、今日皇室断絶の危機にあります。これは私たち日本の断絶の危機です。私たち日本は皇室と国民と共にあります。皇室の断絶は2000年からなる私たち日本国の断絶の危機です。皇族男子悠仁親王殿下がおられますが、依然として皇位継承資格者が不足しているこの問題は残ったままです。占領軍 GHQ の指令により皇籍を離れた旧皇族の皇籍を復帰させなければなりません。将来の悠仁親王殿下をお支えする旧皇族の男系男子を皇籍復帰させなければなりません。今日、テレビや新聞、報道機関、マスコミは女性天皇、女系天皇、これらを容認するかのような報道が繰り返されております。女性天皇のみならず、その女性天皇の子供、女系天皇、女系天皇までもが容認する、このような報道がされております。旧皇族の皇籍を復帰させる、この可能性があり、そして男系をもって皇室を維持、この可能性がある中で、女性天皇、女系天皇を容認するというような報道は何を意図としたものでしょうか。まさに日本を貶める、まさに日本を貶める反日の工作です。これに惑わされてはダメです。皇室とはもともと代々男系で継承されてきており、一度たりとも例外は存在しないのです。天皇の正当性は歴史と伝統によってのみ保障されるのです。男系維持の可能性がある中で、歴史上一例も存在しない男系を切断し、女系に天皇を移すなど絶対にありえないのです。皇室の継承で何よりも重視されるのは血の継承であり、それは一定の約束を守ることで初めて守られたということになるのです。私たちの皇室は天照大神の子供の血が父親に必ず入っている、このことで初めてこの伝統、この伝統を維持することができるのです。そしてこれまで、これによってこの伝統を維持してきたのです。皆さん、旧皇族の功績を復帰させようではありませんか。こんにちは。こんにちは。皆さん、天皇は男系男子でなければなりません。私たち日本の国は2000年からなる歴史と伝統によって今日の日本があるのです。世界にね、まさに世界に私たち日本しかないのです。長い2000年からなる歴史と伝統のある国は世界の中で私たち日本しかないのです。私たち日本の国の歴史はまさに神話にまで遡ることができるのです。皆さん、占領軍 GHQ の指令により皇籍を離れた旧皇族の功績を復帰させようではありませんか。こんばんは。ありがとうございます。